地理空間情報とは地理、空間に関係づけられた情報を指す。地理情報、空間情報もほぼ同義である。日本では平成19年8月29日に施行された地理空間情報活用推進基本法第2条第1項に定義されている用語で次の情報を指す。空間上の特定の地点または区域の位置を示す情報上記の情報と 蒸気の情報に関連付けられた情報からなる情報を一説によれば、行政情報の約8割は蒸気の情報に該当する。つまり、地理空間情報に相当すると言われている。地理空間情報は、ある行動を計画、立案、実行する際に役立てることができる。特に、2005年にハリケーンカトリーナがアメリカ合衆国に襲来した際は、 市民らが多くの被害情報を Google マップに寄せ、被害の全容が一目瞭然となったように、災害時などの緊急対応で威力を発揮する。柴崎良介監修、地理空間情報活用推進基本法入門では、地理空間情報の具体例として、Wikimedia Commons から上の画像を引用している。同書ではこの画像について、位置情報がなければ、 役に立たないが、那智勝浦という場所の情報を添付すると、情報価値が高まる、としている。地理空間情報は日常生活の中に無数に存在している。例えば、何気なく撮影した写真であってもどこで撮影したかが、明らかな場合は、地理空間情報であり、近所のラーメン屋の味噌ラーメンは600円であるといった情報も、地理空間情報である。さらに、道路、看板、 建物、樹木といった地表面にあるありとあらゆるものは位置という地理空間情報を有している。競技には地図、空中写真、統計などのデータや研究者や専門家らが GPS 等を用いて取得したデータを地理空間情報という。身近にはカーナビゲーションシステムやインターネット上で提供される地図データがある。行政では都市計画や固定資産の分野で 紙媒体の地図として利用されてきたが、2001年頃より統合型 GIS の概念が登場し、従来のスタンドアローン限られた人の利用から共通利用に移行した。またウェブサイト上でハザードマップの公開を行ったり、住民から不法投棄や不審者情報を募るウェブ、GIS を構築している地方公共団体もある。国土地理院では基本測量に関する長期計画の中で、 地理空間情報がもたらす新しい社会について、次のような具体像を展望している。安全で安心できる社会豊かで暮らしやすい社会国土環境が良好に保たれる社会地域が生き生きと自立している社会新たなビジネスが創生される活力あふれる社会民間では行政の作成した地理空間情報に飲食店などの情報を付加した製品を販売したり、 出展計画やマーケティングに利用する企業がある。日本においては、日本マクドナルドが GIS を活用して出展計画を立て、成功を収めた例は有名である。ありがとうございます。